動画を撮っていたんですが、パート5、5個ぐらいかな、パート7まで撮ってて、8、9、10、11、12、まあ5パートあるわけなんですけども、普通にちょっと録画ファイルを消してしまったので、こんな感じになっているんですが、過去5年間めちゃめちゃ飛んでると思うんですが、もうやめましょう。5パート飛んだら、1パートだったらね、最悪ね、なんとかね、うまいこと説明したらいいんだけど、5パートで5年間飛んでるわけよ。さすがに誰みたいになるでしょ。今宮取ったんだよ、この前ね。転生の。あとね、シモンとかめちゃめちゃ強くない、こいつ。だからこんなやつもみんな知らないんだよ。いろんなね、前澤とか。知らないでしょ、前澤。前澤知ってるかな？こんなね、いろんな選手が、うちに入ってきて。まあ、順位的にはね、ずっと最下位なんで、大してあまり変わってはないんですが、この5年間。1、2、3、4、5か。最下位であんまり変わってないんですが、ちょっと。さすがにね、ちょっと5年間は飛ばしすぎだということで、もう終わり！終わる！これはもう嫌だ！俺5パートも飛んで、せっかく取ったのに、で5パートも、5パート、1パート30分だとしたら、俺は150分 ?3 時間ぐらい無駄にしたのか。うわ！